はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。神田祭です。今日は7月2日土曜日です。今日ですね、もうこの暑さの中、このかぼちゃの葉っぱがね、もうしんなしなになってます。今テレビでね、見たんですけど、スイカの日焼けっていうんですかね、このニュースがヤフートピックスとかでね、上がってるのも見ました。私はですね、ちょっと去年の、僕の YouTube で先生としてさせてもらってる、方がいるんですけども、その方のね、参考にしてこうやってコンテナをかけております。ちょっとね、様子を見てみましょうか。日本中ではね、このスイカが日焼けしてね、ちょっと大変なことになってるみたいなんですけど、うちの畑はどうでしょうかね。じゃじゃーん。お、大丈夫そうですね。よかったよかったよかった、バッチリですね。ちょっとあの肥料もね、追肥とかも何も、元肥はもみ殻だけなので、もみ殻じゃないで、ぬかだけなので、肥料がねかなり少ないので大きくならないんですけども、バッチリ。あ、先週よりも音が高くなりました。ちょっとね、実がついて何日目とかその辺が数えてなかったので、もうね、音とあとこの茎のね、この辺の枯れ具合とかで判断しようと思ってます。ただね、この実が日焼けをしてないっていうのが良かったです。あとね、もう一箇所あるんですけども、そちらもちょっと見てみましょうか。こっちのコンテナ、ちょっと草ぼぼなんですけどね、ちょっと今年2回目、去年はもう大失敗して、今年も大失敗なんですけど、一応ね、このコンテナで今回はカラスよけしてます。よいしょ。お、こっちも大丈夫ですね。ちょっとカメムシくんがついてますけど、ちっちゃいけど大丈夫そうですね。でこちら2個あったんですけど、黄色スイカと赤スイカ植えてて、ここになんか2個なってたんですけど、1個切れてしまいました。よいしょ。あ、こっちも大丈夫ですね。日焼けの心配もしてたんですけど大丈夫そうでした。よかったよかった。ちょっとこのコンテナのおかげでね、今回は本当助かりましたね。ちょっとこれをサムネにしようかな。ちょっとこんな感じで、はい、これで日焼けを防止してやりますという動画にしたいと思います。こんな感じかな。これいいね。ちょっとね、スイカのちっちゃいんですけど可愛くていい感じですね。はい、じゃあ今日はですね、いろんな作業をしておりますが、今スイカの日よけはこうやってコンテナで防げることが分かりました。はい、とかぼちゃはね、これちょっとすごい突然変異ではなんか変なのができたんですけど、こちらのかぼちゃはすごくいい感じで育っております。はい、じゃあこれで今日は動画を終わろうと思います。この動画はですね、私が野菜農家になるまでの道のりを、残していってる動画になります。もしよろしかったら最後まで農家になるまでですね、見守っていただければなと思いますので、ぜひともチャンネル登録とグッドボタンと、あとベルマークですね、そちらを押していただけたら、動画上がったらお知らせ届きますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイビー。